皆さんこんにちは。好きなものは陸軍、嫌いなものは海軍、ゆっくり霊夢だよ。好きなものは海軍、嫌いなものは陸軍、ゆっくりマリサだぜ。さて、ということで、サクサクいくよ。今回のお題はこちら、クジラは漁を手名付けた。日本兵と生きた漁の話、だよ。漁、どういうことなのぜ。まずはこの写真を見てほしいよ。え、何これは。漁の尻尾も無陸軍歩兵総長の図、だよ。そういうこと聞いてるんじゃないんだよな。真面目な話をすると、この写真に写るのが今回の動画の主人公、鳴岡正久総長と、漁の蜂だよ。マリサは、兵隊熊のボイテクって知ってるかな。亡命ポーランド軍で戦った熊の話なんだけど、知ってるのぜ。有名な話なのぜ。漁の蜂と鳴岡総長の物語は、ボイテクの話とよく似ているよ。兵隊熊ならぬ、兵隊漁とでも言えばいいかな。なるほど。それじゃあ、漁と日本軍の話をしていこうと思うけど、その前に、まずは漁の基本情報について説明するよ。漁は、アフリカから中国、ロシアまで幅広い地域に生息している、猫科の肉食動物だよ。キリマンジャロやヒマラヤにも生息しているらしく、環境適応力が非常に高いようだね。生活は基本的に単独行動で、時速60キロで走れる上に泳ぎがうまいよ。また、洞窟や岩の割れ目などで出産をするよ。時には人間すら襲う、獰猛な動物なのぜ。なんとなく漁の生態についてわかったかな？それじゃあ、本題に入っていこうと思うよ。話の舞台は写真のピンのついているところ。1942年2月の湖北省陽新県だよ。ここには当時、歩兵236連隊、通称ゴークジラ6884部隊が駐留していたよ。ちなみにこの部隊、舞台歌が戦後、南国土佐を後にして、っていう歌になって、一躍有名になった連隊だよ。歌手はペギー・ハヤマだね。上級単位は40師団で、兵団文字符がクジラであることから、通称クジラ部隊と呼ばれていたよ。この動画のタイトルだね。余談だけど、236連隊の終戦時連隊長は、ニュートリノの観測でノーベル物理学賞を受賞した、小柴正俊氏の父親だよ。さて、話は戻って昭和16年2月、湖北省。この頃、236連隊の隣にいた234連隊の方向兵、中国軍数個師団が殺到。これを援護するため236連隊も援軍を派遣するに至ったよ。数個師団を1個連隊で支えようとするな。中国大陸では日常茶飯事だよ。一方、今回の動画の主人公、鳴岡総長は当時、236連隊第2大隊、第8中隊第3小隊長を務めていたよ。で、鳴岡総長率いる第3小隊は2月末に、援軍に出動する部隊と警備交代するため、白砂湖という小さな町に駐留したよ。小隊の任務は、町を通る軍路の警備と、龍頭山という銅山の警備だったよ。そして駐留早々、銅山を調査していた日本人技師が部隊に転がり込んできたよ。彼は、山をボーリング調査していたところ、野生の大漁に襲われて、命からがら逃げてきた旨を、鳴岡総長に話したよ。そこで聞き込みを行うと、この部落では家畜が漁に襲われたり、赤子がさらわれたりという事件が多発していて、毎晩の焼きをして漁を追い払っていることがわかったよ。合わせて、現地民から部隊兵、どうにか漁を追い払ってほしいという嘆願もされたんだ。そこで鳴岡小隊長は、部下3名を連れて討伐に出向いたよ。山には、4匹の漁がいて、2.7 メートルにもなる大きな漁、という情報だったから、4人は用心深く山を進んだよ。紆余曲折の後、4人は漁の巣穴を発見。巣の上の岩に陣取ったよ。ここで、漁は洞窟や岩の隙間で繁殖する、という生態を思い出してね。で、どう攻撃するか、というところで、鳴岡小隊長は火攻めを考案したよ。最終的に、麓からガソリンを持ってこさせ、洞窟に火を放ったんだ。しかし、親漁はすでに別の出口から逃走済みで、火傷をした赤ちゃん漁2匹だけが穴に残されていたよ。鳴岡小隊長は巣穴に潜入し、この2匹を捕まえたんだ。
虎穴に入らずんばこじおえずというやつだね。小隊長はこのうち、やけどのひどい方を飼うことにし、もう一匹は鉱山騎士に任せて、赤ちゃん猟を連れて帰ったよ。保護した直後は、目も見えていなかったということなので、生後10日未満という推測ができるよ。その後、小隊は警備任務を終え、八中隊の兵舎に戻ったよ。八中隊は、病神剣城という、城に駐屯していたようで、風呂屋の跡を兵舎にしていたよ。保護された赤ちゃん猟は、この兵舎で中隊みんなから歓迎されることになるんだ。軍隊って動物勝手に飼っていいの？割と普通に飼ってることあるね。当時八中隊では、ペットとしてアナグマとタヌキを飼っていたようなんだけど、こいつら夜行性だし懐かないから微妙だったんだ。それに対して、赤ちゃん猟はめちゃくちゃ可愛いので、中隊内ではすぐに評判になったよ。猟の赤ちゃんは、検索すれば写真たくさん出てくるけど、くっそ可愛いから見てみてね。餌はどうしたのぜ。というか、そもそも猟って何食べるのぜ。猟は肉食だから、基本的には肉を食べるんだけど、生後3ヶ月まで、授乳期間があるよ。鳴岡総長もそれを見越してミルクをあげたんだけど、一切口にしなかったよ。その代わり、まだ歯も生えてないのに生肉を食べたそうだよ。そういうわけで、ほぐした生肉を餌として与えるようになったよ。また、巣のようなものはなく、基本的に鳴岡総長の部屋で寝起きしていたようだよ。寝る時には、鳴岡総長の首を枕にして眠ったそうだよ。おかげで苦しくて仕方なかったとか、総長といえば、軍隊では神様みたいな人だけど、猟にはそんなの関係ないんだね。また、いつも隊員たちが演習なんかから帰ってくると、足元に絡みついて甘えたり、事務室や衛兵所を散歩したり、糸な庭で走り回ったりして遊んでいたようだよ。そういうわけで、1ヶ月もすると中隊のマスコットになったんだ。そこで、そろそろこいつに名前を付けよう、ということになったんだ。名前は、第8中隊だから、8、っていう名前になったよ。くっそ安直で笑う。それだけ、中隊に愛される存在だった。ってことだね。ハチは、時に歯部隊と一緒に野外演習にもついて行ったりして、現地民を驚かせたよ。一方、他の部隊の兵隊は羨ましがったみたいだね。ハチを保護して2ヶ月くらい経ったある日、慰問団が中隊にやってきたよ。これは、宮美佐子率いる武闘慰問団で、中隊に武闘を披露してくれたよ。しかしその夜、宮氏が寝込んでしまったんだ。そこで鳴岡総長は、寝込んでいる間の遊び相手にと蜂を慰問団に預けたよ。今写ってる写真の左の女の人が宮美佐子氏で、この写真は回復した後に鳴岡総長と一緒に撮った一枚だよ。ちなみに、慰問団は1週間滞在したんだけど、その後帰ってきた蜂からは、鳴岡総長曰く、いい匂いがしたらしいよ。その後、今度は蜂が体調を崩す一幕もあったよ。大体本部の獣医殿曰く、カルシウム不足のようで、イボは野鳥を空気銃で撃って骨付きの餌にすることにしたよ。そんなこんなで時は経ち、病死口が増水期を迎えたよ。この季節には、周囲の荒野は水に沈み、その上を船が進むという風光明媚な光景が広がるんだ。この画像は、現在の養神犬の写真だけど、当時もおそらくこんな感じだよ。兵舎の裏の岸でも夕暮れには兵隊が釣りをやって、釣った魚を蜂が食べるというのがお決まりだったそうだよ。この頃になると、蜂は随分大きくなってきたみたいだね。毎日兵隊がたくさん食事をくれるから、どんどん成長したんだろうね。最初の頃は、兵隊の軍服の中に入って、首元から顔だけ出して可愛がられてた蜂だったけど、次第に大きくなって、蜂がオスであるのが分かったよ。もともとメスだと思われていたので、蜂子と呼ばれていたらしいんだけど、オスなので蜂公と呼ばれるようになったそうだよ。行動範囲も広くなり、毎朝衛兵所の控え兵に挨拶をすると、そのまま保証について行って警戒線に進出するのが日課になったそうだよ。一方で、蜂が大きくなったことで、文字通り老変し蜂ないか、と鳴岡総長はかなり心配したようだよ。特に、日本軍の軍服を着ている者には危害は加えないけど、物売りに来た中国人を襲撃しようとしたりしてヒヤッとさせられる場面もあったそうだよ。また、
残飯をあさりに来た野良猫や野良犬を撃退したりと、寮としての戦闘力はもう一人前に近づいていたんだ。一方で、兵隊の入浴時間になると、一緒に風呂までついて行って浴室で遊んでいたりという、愛くるしい一面もあったんだ。生後6ヶ月を過ぎ、体格は1メートル70センチを超え、寮を飼い鳴らす部隊があると、日本軍内でも話題になっていたそうだよ。一方、亀川連隊長は中隊に、寮を処分するよう通告したよ。しかし、中隊員一同そんなことはできず、隠して飼うことにしたんだ。そんな中、初年兵の一期検閲が近づいてきたんだ。検閲には連隊長も来るから、鳴岡総長はどうしたものかと悩んだよ。結局、この可愛い蜂を見せれば連隊長も丸め込めると踏んで、中隊一同と一緒に蜂も連隊長を出迎えたよ。すると蜂は、連隊長の足にじゃれついて甘え出したんだ。その後、鳴岡総長が蜂を枕にしたり、口の中に手を突っ込んでも噛まないことをパフォーマンスして、蜂が絶対に安全であることを示したよ。これには連隊長もタジタジになり、以後蜂は連隊のマスコットとして飼われることになったんだ。蜂は、日本軍の将兵に対しては決して牙を向かなかった一方、不用意に敷地に入ってきた部外者や動物に対しては容赦なく攻撃し、兵舎を我が家として過ごしたよ。このことから鳴岡総長は蜂を、万物ことごとく圧倒するがごときその勇姿は、誠に無敵日本軍のマスコットにふさわしい。と表現したよ。夏になると中隊は水泳演習を頻繁に行ったよ。蜂はこれにもついていき、遠泳の隊列に加わったりして、隊員と一緒に泳いだんだ。それどころか、学生時代短距離の水泳選手だった少尉より早く泳いだりして、寮の泳ぎの得意さを見せつけたよ。しかし、大きくなるにつれて隊員に対する、ちょっとしたいたずらでも怪我人が出るようになったよ。何しろ蜂は50キロ以上の体重があるから、不意に飛びかかられたら危ないよね。ちなみに、兵営は蜂が襲いかかるので、軍人以外立ち入り禁止という状況だったよ。そこで、鳴岡総長は蜂をしつけるために、竹製の棒で叩くことにしたよ。叩かれた蜂は、反撃のために鳴岡総長の背後に回り込むんだけど、鏡でこれを把握している総長にはかなわず、これ以降鳴岡総長が調教棒を出すと途端にいたずらをやめるようになったそうだよ。他にも、軍犬班の軍曹が消しかけた猛犬を一撃で葬り去ったり、獰猛な肉食獣としての一面がどんどん表に出てきているね。また、鳴岡総長や他の隊員が非番で街に出ると、それを静かにストーキングするという遊びが蜂の中で流行っていたようで、鳴岡総長が街に出ると、中国人がびっくりして逃げ出す、という一幕もあったんだ。そういうわけなので、寮を飼う日本軍部隊の話は、中間線を越えて敵方の中国軍でも話題になったそうだよ。41年9月になると、第一次調査作戦が開始されたよ。中隊も主力がこれに動員された一方、鳴岡総長はマラリアに罹患して留守部隊を任されたよ。マラリアの高熱で苦しむ鳴岡総長を、蜂は付きっきりで見守り、時折舐めたりもしたそうだよ。その一方、留守部隊は少数の兵員で広範囲を警備しなくてはならなかったんだけど、この警備に蜂が頻繁に同行したんだ。警戒線に入ったものは動物だろうが人間だろうが、日本兵以外攻撃してしまう蜂だから、こういう人手の足りない時には重宝されたよ。特に、夜間の保障警備についてきてくれる蜂は、極少数で守りにつく兵隊を勇気づけてくれたんだ。秋頃になると、水が引き始め、水鳥たちが集まってくる季節になったよ。この頃になると蜂は、空に向かっておたけびをするようになったそうなんだ。おたけび、突然どうしたのぜ。理由は当然わからないんだけど、鳴岡総長は、一匹だけで軍隊社会に暮らす蜂が、仲間や異性を求めて叫んでいるんじゃないか、と推測していたよ。10月下旬には、出撃していた中隊主力が帰ってきたんだけど、8人が白木の箱に入っての帰還だったんだ。そして疲れ言えぬ12月には、地獄の第二次調査作戦に参加するため、中隊主力は再度出撃していったんだ。この第二次調査作戦は、大陸では珍しく、日本軍が敗北した戦いだったんだ。そして8中隊も例外ではなく、
14名の戦死者を出した上、中隊長も負傷するなど大損害をかぶったんだ。そして、1941年12月といえば、真珠湾攻撃だね。日本は対米戦に突入していったよ。2月になると、中隊主力は帰還し、また兵舎は賑わいを取り戻したんだ。鳴岡総長もマラリアが良くなったけど、今度は蜂が体調を崩したよ。なんか、みんな災難なのぜ。蜂は、何か異物が喉に刺さり、産んでいる状態だったよ。そこで鳴岡総長は蜂の喉に手を突っ込み、異物を引っこ抜いたよ。よく噛まれなかったな。こうして、蜂は回復。総長と蜂が、お互いに助け合う姿は何か、感動するものがあるね。また、中隊には新兵がたくさんやってきたよ。蜂は初年兵のみんなともすぐに仲良くなったと同時に、厳しい軍隊生活、しかも戦場での生活に不安を抱く新兵の、心の拠り所になっていたよ。一方、42年4月には、本土で同リットル空襲があったよ。これは、米軍空母から離陸した B-25 が日本本土を爆撃し、中国大陸に不時着したという事件だよ。この作戦は実際には着陸地点も未定で決行された、ほとんど決死の作戦だったんだけど、不意をつかれた日本軍の衝撃は大きかったよ。ね、海軍さん、うん。クソビビった。かなり無茶苦茶な作戦で、参加した爆撃隊は前期不時着し、日本軍占領地に降りて捕虜になった搭乗員もいるよ。ちなみに、民間人を機銃掃射して殺害した罪で、捕虜のうち3名が処刑されたよ。ざまあみろアメコー。本題に戻ると、この事件の再発防止のため、陸軍は中国大陸の飛行場を破壊することにしたよ。これが摂関作戦だよ。この作戦結構面白くて、敵に飛行場を使わせないというのが目的だから、日本軍は飛行場とその周辺のインフラ施設を完全に破壊した上で撤退しているんだ。例えば、周辺の民船800隻を押収したり、交通網、構造物を完全に破壊、鉄道はレールを6万本以上引っぺがし、すべて更地に戻したよ。その上、数ヶ月間地上の兵站線が繋がらない状態で、戦闘部隊は航空輸送のみで作戦を遂行し、兵站線が繋がった後は、もっぱら押収品を構想したらしいよ。これはすなわち、ほぼ現地調達だけでしのいでるってことなので、その、なんというか、現地人にはご愁傷様という感じだね。ちゃっかりしてるのは、ついでにホタル石の鉱山も占領してることだよ。何に使うのそれ？アルミニウムの材料だよ。なるほどね。それで本題だけど、236連隊も当然この作戦に参加することになった上、終了後は駐留地を移るので、蜂はとても連れていけない、ということになったよ。仕方ないので、鳴岡総長は方々手を尽くして、上野動物園に蜂を引き取ってもらうことにしたんだ。これに伴い、せっかくだからということで、蜂公と八甲一宇をかけて、名前に八甲という字を当てたよ。その後、蜂は海を越え、上野動物園に運ばれたんだ。輸送船の乗組員もカーキの服を着ていたので、彼らと仲良くなり、航海中はマストの上に登ったりもしたそうだよ。上野動物園では、言うことを聞かない蜂に職員が困っていると、軍服姿の兵隊が名乗りを上げたよ。彼は吉村兵長といい、実派票討伐時に鳴岡総長と一緒にいた、三人の中の一人だったよ。そんな偶然ある？もちろん偶然じゃなくて、吉村兵長は天族で本土にいたんだ。で、蜂が上野にやってくるのを知って、駆けつけてきてたんだね。その後蜂は、前線の勇士と育った票ということで一躍人気者になったよ。皇太子殿下もご覧になられるなど、有名な票になったんだ。また、軍服姿の人間が来ると、懐かしそうにじゃれつく姿が見られたそうだよ。しかし、43年になると、東京都からの戦時猛獣処分の通達があり、蜂は毒殺されてしまったんだ。仕方ないこととはいえ悲しいね。くしくも、鳴岡総長が長期休暇で上野を訪れる1週間前の出来事だったよ。蜂は死亡時、2歳6ヶ月だったよ。鳴岡総長は、自身が先に死ぬことはあっても、蜂が死ぬなど思いもしていなかったので、ショックで随分悲しんだそうだよ。戦後、剥製になった蜂を、
ナルオカ総長は特別の手段で譲渡してもらい、イゴハチの剥製はナルオカ元総長と共にあったよ。特別の手段ってなんだ。損傷しているということにして、優勝払い下げをしてもらったんだ。戦後ナルオカ元総長の息子がレストランを開き、ここに蜂の剥製が置かれていたよ。戦友会もここで開いたそうで、その時には蜂は蜂中隊の戦友に囲まれてたわけだね。1981年に剥製は寄贈され、現在は高知市子ども科学博物館に展示されているよ。今でも、赤ちゃんの時にできた火傷の跡が残っているそうだよ。一方、鳴岡元総長は1994年に亡くなったよ。ということで、そろそろまとめに入りたいと思うよ。まとめとしては、日本陸軍には票を買った部隊がいた、ということだね。個人的見解だけど、票が縄張りを持ち、それを巡回するという生態と、兵隊の生活がいい具合にマッチしたのが、蜂の健やかな成長に寄与したんじゃないかな。なるほど。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。